売れてる商品から、ね、商品を探した方がいいのかなという探し方もあるんですけど、この方向で行っちゃうとね、まず儲かる商品は見つからないです。たくさん売れる商品を探そうと、ベストセラー商品をチェックすると儲からないと。でベストセラー商品をチェックして確認できること。これはまあ当たり前ですけど、たくさん売れてる商品がわかると。たくさん売れてるんだからこれで利益取れれば儲かるなと。ただ、 これで利益取るのは簡単なことじゃないです。まあ、我々のような消費者で初めて稼げる商品ではないと。初、まあ、めから大量に出品して、パレットやコンテナで運ばないともからない商品が分かる。パレットやコンテナってね、大きさにもよりますけど、数で言ったら、ある程度大きな商品でも500個。コンテナに至っては、まあそうですね。 大体3000個とか、まあそういう数になります。ね、ちっちゃいものだと1万個以上ですよねで。まあ、初めからその1万個三3000個仕入れてね、えー、半分しか売れなかったらどうなのと。あで、出自品でたくさん売れてるものってリハバンも低いですから、えー、半分売れなきゃ大赤字になります。まあ、そういう商品をね、えー、扱うのは、まあリスクはでかいし、あんまり儲かんないし、ねえー、パレットで送ってドンと売れました。 ね実はアマゾンで、えー、認めてない商品で売り上げ差し止められましたででその時点で終わりですねということになるんでまあ、大量に売る商品大量に売れる商品から探すっていうのは、まあ、非常に儲かる商品を見つけにくいアプローチです、えーまあ、どういう商品が例かというと、まあ、例えばね、えー、バナナ安いですね昔 あんまりバナナがなかった頃は、あんまりバナナの消費量が日本でなかった時は高かったみたいですけど、まあ今やもうバナナは安いと。ね、でなぜバナナは安いか、ね。たくさん売れるから安い、ね。安いからたくさん売れると。で、まあバナナを運ぶのにね、えー、ダンボールに詰めてダン、バナナをね、えー、ダンボールした箱とかで輸送、えー、しても儲かるわけなくて、まあ、当然コンテナ単位、ねえー、もしかしたら下手したら。 一個タンカーまるまるバナナというのもね、ありえない話じゃないし、まあそういうケースもあると思います。まあ全部バナナがね、パイナップルも混ぜてて、まあフルーツ一個全部タンカーね、えー、タンカー一石全部バナナっていうのはフルーツっていうのはあり得ます。まあ逆にあり得るっていうか普通にそう運んでるはずです。ただそんなね、タンカーで売れる量を仕入れて運ぶっていうのは我々にできるわけないですから、まあ バナナの販売に関わって儲かる可能性はとても低いと。ね、で反対に太陽の卵、ねえー、2玉1万円ですね、約ね。えーまあ、太陽の卵、これはね、高い、ねで。大量に売れるものではないので高いと。でこういうね、少、えー、資本でやるにはこういう高くて利幅の大きい商品じゃないといけないと。まあ 太陽のの卵をパレットだコンテナでで運ぶわけないんでね、えー、もうほぼ段ボールで運びますよね。だから輸送条件、仕入れ条件がほぼ我々と変わんないわけです。まあそういう商品なら十分勝負になるということでね、まあこれあの商品探しのアプローチとして、えー、そうそうたくさん儲けようといった場合にね、えー、たくさん儲,儲けるためには売れてる商品じゃなきゃいけないんだなっていうので、 たくさん売れてない商品、売れてるけどね、あんまり数が出てない商品をはずい省いていっちゃうと、まあ、ほとんど、えー、利益が出ない商品ばかりになりますんで、えー、売れてる商品であればね、い,いくつ売れるか気にせず、まず売ってみると、ね。で、まず売ってみて、まあ、そんなに売れないんですけどねって言ってたもんがね、えー、まあいつの間にか月10個売れるようになるのはよくある話で、まあ、えー、1個売って5000円の商品が月10個売れればそれ5万円ですからね。で、まあ、その、 5万円もっかる商品が6個ありゃ30万。まあ理想的にはそういう、えー、商品が見つかると、えー、梱包も発送も非常に楽で、えー、ありがたいという形になります。ただそういう商品を探すには、ベストセラーから入っていっちゃうと、えー、まず見つからない、ね。そういえばこれ、アメリカのアマゾンの時でもありました。えー ランキング20万円以下はね、ね、えー、動きは悪いからは,は,すはじくとかね、ね扱わないとかやってると、まあ、全然、えー、儲からない、ねで。結局ランキング気にしなくてね、えー、月にちょこちょこ売れる商品、ね、月に数個とかしか売れない商品を、えー、100種類近く、えー、やってるだけでもね、えー、月100万弱ぐらいには、えー、十分、利益ですよ、えー。300万ぐらい売り上げて月100万弱ぐらいには十分いきますんで、まあ 初めからベストセラーありきで、ね、入っちゃうと、これ本当に遠回りっていうかね、多分到達しないです、ね。あの、私のサポートを受けてる方でね、えー、とりあえずあの初めから、まあ、3億円ぐらい、ね、あの突っ込んで、えー、年間3億円ぐらいを設ける、えー、ビジネスにしたいですって人はいないんで、まあ、やっぱりね、えー、30万儲けたいとか、まあ、できる100万とか、まあ、そういうぐらいで、えー、やってる場合には、まず、えー、ベストセラーはもう 外しちゃった方がいいいぐらいですですからね、ベストセラーをチェックするなとは言いませんけど、ベストセラーをチェックして確認できることは、そこから儲かる商品を探すんじゃなくてね、あこの手の商品は、えー、たくさん売れてて、Amazon とかでかいところがやるから、扱っても儲からないんだなというのが確認できるというふうに考えてください。ちょっとね、そういえば、えー 大きくビジネスでやろうという方がね、いずれは大きくビジネスでやろうと。でも、商って始めようという方が、ベストセラーをチェックしちゃってて、なかなか消費が見つからないというようなね、ケースがあったんで、ちょっとこの動画を作ってみました。たく,んたくさん売れる商品を探すともうからない。これはほぼ、ね、物販の鉄則です。だって、上場企業とかね、 たくさん売ってんじゃんってな、れ、上場企業はね、利益率低くてもね、株を公開してオーナーが儲けるというのが、えー、通常のパターンなんで、あの、その株、株式公開とかそういうのを考えてないと思いますからね、ほとんどの人はね。えー、差額で月何十万か100万、ね、あわよくば300万儲けたいという場合には、もうベストセラーから入るという形はね、えー、やめた方がいいです。 そんな形で商品の探し方。これ基本なんですけど、そういえばね、あのつい、つい言っとかないと、まめに言っとかないと忘れちゃう。たくさん売れる商品を探す、ね。そういえばたまにあります。売れる商品は分かったんですけど、ね、あの利益が出ないですって、それ意味ないですよね。売れる商品分かっても利益出ない。利益,利益が出る商品探してるんで、売れる商品が、えー、分かる必要がないと極。極論すればそんな感じです。 まあ、儲かる商品を探してるんでね、えー、たくさん売れる商品を探してるわけじゃないというのをね、えー、念頭に商品探しをしてください。以上。